こんにちは、ミスターマイアミさん、速稼塾の久保でございます。今日はですね、2つのテーマでお届けしたいと思います。まずはね、FX、そしてもう1つは企業に関することでございます。FX なんですけども、これ不思議なことにですね、何も学ばない人がやると、適当にやると2分の1なんですよ。五分五分なんですよね。だって上がるか下がるかしかないですからね。確かに5分の1、あ、2分の1になるかなと思うのが理解できると思うんですけども、なぜかね、学び出すと負けが込む人多いんですよ。特にエントリーしたら自分が思ったのと逆方向に行くと、誰か見てんじゃないかみたいなねそんなことになっちゃうんです。これね、みんなそうなんですよ、不思議なことにね。ということは、学び出したらみんな同じような間違いで頭を使っていくってことをね、まず第一歩で理解する。これが自己否定論なんですけど、学んだからうまくいくだろうじゃなくて、学んだからそうだ、まずはこうやって逆になるんだと、学んだことを勘違いしてるんだってことをね、よくよく吟味して、学んだから OK じゃなくて、学んだからこそおかしい理解してんじゃないかなっていうふうに感じた方がいいんですよね。これが FX のコツでございます。で、もう一つね、FX のコツを言うと思いますと、大体ね、6部4部で勝てるようになると、もう資金増やしても大丈夫と私は考えてやってるんですよ。6部4部だと6割勝って4割負けるんですよ。もうそこで OK、 まあ学びをやめるんですよ、余計な誤解しちゃうから。で、この6割4割の2割の差でずっと資金を増やしていこうと思うと、資金の増え方遅いんですけども、でもね、ずっと増えていきますから、あとは資金量の問題だけになるんですよ。資金量を増やすときには、ここですね、精神力が問題なんで、精神力がすごく必要なんで、精神力を今までの人生で鍛えてきたか、それともこれから鍛えていけるかってことにかかるかなというふうに私は解釈しております。まあ、ですんでね、まずは暗記、そして、トレーニング実践ですよね、そして精神っていうふうなね、この3段階であるんじゃないかなってことをお話しております。はい、次です。企業のことについてですけども、確かにね、本名で Facebook やると会社の関係の人ばっかりが友達関係になっちゃいますよね。でもこれ見方を変えると、独立した時には全然自分の会社の外の人っていうことになります。ですんで、いいんじゃないかなと思うんですけどね。私の場合、逆に自分が Facebook をやってる時に、会社をやってる時に Facebook をやってた関係の方ってのは今いないんですよ。特にね、社内とか取引先って関係の方は一人もいないというぐらいいないです。だからね、もうちょっとうまく付き合っていけばよかったなと。そして私がどん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 ね、ネットの世界にこう入るときに、リアルな世界の人が顧客窓口になるような進め方をすればよかったかなと思ったんですけどもね。まあ多少はありましたけども、でもやっぱりね、今私がこうやって活動しているのは、ネットで知り合った方がまずネットでの知り合いになって、それから後でリアルで会いに行くってことですよね。で、本当はね、リアルで会った人をネットにどんどん来てもらうっていうのがいい方法なんですよ。特に会社にお勤めの方は、ネットで活動することについてはそんなにね、得意ではないと思うんですよ。で、独立した人とか独立の意識がある人っていうのは、多少なりともそういう人から比べると一日の長があると思います。ということは、その人に対して情報価値が高いわけなんですよ。だからそういうところから引っ張ってくる。要するに、ずっと会社員でお勤めになっていた同僚の方とか先輩や上司の方とうまく付き合っていくと、自分がネットの方に世界に入った時には、スキル的には自分が今度上になるんですよ。会社の組織でいうと、もしかしたら自分の組織の中では上司っていうものを見た時には自分の方がね、位が下かもしれませんけども、これね、ジャンルを変えると自分が上になることもあるんですよね。そういった意味で、必ずですね、コーチができるとか指導ができるとか、何かね、価値を伝えることができると思いますので、まあ、ミスターマイアミさんもね、今の立場から社内の友達をきちんと作っておくっていうことも、将来の取引先になるというね、そういう意識でやっていくのもいいんじゃないかなと思いますけども、いかがでしょうか。それでは本日は以上です。